アンドリュー・ジェニングスは英国出身の調査報道ジャーナリストである。IOC と FIFA の汚職について調査し、記録した仕事でよく知られている。スコットランドで生まれ、子供の時にイングランドのロンドンに移住した。レートンオーリエントの前身クラブである、クラプトンオーリエントの所属選手の孫である。春大学で学び、1960年代後半にサンデータイムズのインサイトチームで働いた。 それから、BBC ラジオ4のチェックポイントにて、調査報道ジャーナリストになる以前に、他の英国の新聞社で働いた。1986年に、BBC は、スコットランド警察で起きた汚職に関する彼のドキュメンタリーを放送することを拒んだ。辞職後、最初の著書スコットランドヤード、エスコカインコネクションを出し、その作品は、ワールドインアクションで放送された。 最近の時事的な出来事を扱うドキュメンタリー番組であるパノラマにジェニングスが初めて登場した回は2006年の6月であった。FIFA の会長であるゼップ・ブラッターが保身のための獲得票購入やコンカカーフの会長であるジャック・ワーナーへの収賄、スポーツマーケティング会社の ISL の中枢とされる 販売権を確保するために行われた100万の収賄を含む FIFA フフに関するいくつかの収賄の申し立てを調査し、その結果が放送された。副題はザビューティフル版コラプションアンドザワールドカップであった。続けて以前にオリンピック出場経験のあるイギリス人のセバスティアン・コート、FIFA 倫理委員会の関係性を調査した。 FIFA&CO というタイトルのエピソードが2007年10月に放送された。FIFA S Dirty Secrets 最も名を白した番組は2010年11月29日発放送の FIFA S Dirty Secrets であった。2018年 FIFA フフワールドカップのホスト国へ投票しようとする FIFA フフの重役らが汚職を行ったという主張について調査をする30分番組であった。 サッカー組織の世界的な統括をするフィファの汚職への申し立てを調べた。彼は、ブラジルサッカー連盟と2014年ワールドカップ、組織委員会代表のリカルド・テイシェラ、南米サッカー連盟の代表である、パラグアイ人のニコラス・リオス、アフリカサッカー連盟の代表である、カメルーン出身のイッサハヤくの全員が、テレビマーケティング会社から賄賂を受け取ったと主張した。 フィファの副代表であったハヤトゥは計画に関するすべての告発を否定し話題に挙げられた資金は実際はアフリカサッカー連盟に支払われたと主張した。ハヤトゥはドキュメンタリーを制作した角で BBC を告訴しようとした。そのドキュメンタリーは2018年フィファワールドカップと2022年フィファワールドカップの招致結果が発表されるわずか3日前に放送された。 2018年 FIFA ワールドカップでイングランドがホスト国になる機会を一したと心配になる人や BBC の非愛国主義的な面を訴える人もいたが BBC は番組で行った主張を擁護した。ロシアが最終的に2018年 FIFA ワールドカップのホスト国になる権利を勝ち取り2022年 FIFA ワールドカップのカタールでの開催が決定的となった。 結果が出てイングランドが敗北後、そのドキュメンタリーが大きな要因になったかどうかという疑問が生じた。番組は視聴者から51の苦情を受けた。2015年12月に BBC のパノラマのために FIFA のセップブラッターと私という題で FIFA へ調査の概要を送った。ありがとうございます。